市議会議員の川口博史です。今回は福岡市のコンベンション施設というかコンベンションセンターもありますがについてお話をさせていただきます。今からもっともっと会議も需要が来ますよということで第二期展示場やホール、ホテル等をベイサイド地区に今作ろうとしています。交通の問題もまだなんですけれどもこれしっかりやっていかないと作れませんよということにもなりかねません。ここはしっかりやっていかなければならない福岡市の課題と思います。しかしながら今度コンベンション施設、これももう少し市役所にしっかりすれ、この前の所管事務で、だいぶ厳しいことを言ったんですけれども例えば一つ例を取りますとマリンメッセがあります。マリンメッセ多分しか100億を超えたと思うんですけれどもあれの建築は誰が払っているのか、建築費はこれは市民の税金で払っています。そしてこれを借り受けた市の第三セクターといいますか民間にはこんなことはしないと思うんですけれども第三セクターはそれをタダで借りて、維持メンテナンスはしなさいと、修繕やいろいろな清掃といろいろやりなさい、そして貸していいよと、だからドル箱です。ものすごく儲けてるような何十億儲けてるような会社、そしてそれの建築費は全部市民が払ってます。文化施設ならともかく体育館等ですね、これは利益も生む施設じゃありません。当然、マリンメッセも建築も払って黒字になるとは思ってません。いろいろな波及効果が、展示会ができますよ、福岡がにぎわいますよということでですね、またかるんですけれども、全部市の払い、建物の償あればですね、返済は。そして、あとはメンテだけ管理をしきれれば、儲けはそこと会社でいいよと、こんなのはなくて、空港もそういう体質だったんですね。いいとこだけ取って8億の出資が64億で返ってきました。いいとこだけ取りこれはダメだよということで今全部マイナスのとこもひっくるめてやりなさいと。当然メッセもそのうちの収入があれば応分の負担といいますか建築費の支払いは市に返すべきです。税金に戻すべきです。こういったことをしてないやっぱり第三セクターは甘いと思います。市は身内には優しい、そこに市がお金がなくてもそこにはものすごい積立金がある。このようなことは見直さないと次また展示場を建てたらもろにこの返済分、建物代は税金で払わないといけない。何のためにやってるかわからなくなります。しっかりですね、この部分は、じゃあ民間にそれで貸しますか、民間に儲けさせますかと、税金でいうことをしっかりですね、第三セクターだからいいということには絶対させたくない。厳しくですね、予算決算を通じて述べていきたいと思います。すぐ見直しもさせていきたいと思います。